おっと、タイムアウトを取りました。第3クォーターが始まって少々。7ミレツガのあのダンクが、何かに火をつけたのか。さて、どうなるでしょうかね。ふぅ。はぁ、ここで相手がタイムアウトを取ってくれたのはどうなのかね。あの感じからして、陸道のあれじゃないか。俺のダンクが効いたのでしょうかね。思い切り舐めになっていったもんですから。別場は大丈夫なのか。かなり無理な動きしたろう。大丈夫な範囲ですけど、無茶しないとあいつには。てぇ。無理して欲しくないけど、レスガが言うのもわかる。今回の第3の途中、第4に限っては、レスガに無茶を強いるしかないわ。これで陸道は、ゾーンに入ろうとする。正面から立ち向かえるのはレスガしか。ごめんねレスガ。俺は気にしてません。それに俺が決めたことでもあります。俺は決めてるんです。広大や陸道、角の目とスメラギ、そして薬剤の鏡、全員ぶっ倒すと。中途半端も嫌いだったわね。じゃあ、もう今回は言わない。でもレツが、忘れないで。あなたはさっき自分が倒すって言った。だけど周りにはこれだけ仲間がいる。あなたができなくても、みんないればなんとかなるものよ。それ、忘れないでよ。なんかこう並ぶと相関っすね。じゃ、困ったら頼んますわ。そろそろ、タイムアウト終わる。行ってきなさい。マジか、お前。あんだけ喧嘩売られたんすからね。本気で行きますわ。調子こいてたわしもあれですが、今はあいつを叩き潰す。やから、1分時間ください。え、第3全部使わない。わしなりに研究しとるです。だから、その時間だけは。よっしゃ、こいつが本気になるんだったら俺らも気合い入れ直そう。バケモンは、お前に任せた。バケモンねえ。まさかあがなもん化けるとは思わんやったですけどね。まさか、高麗高校の奴らの前に本気を出さなあかんとは。タイムアウト終了となります。第3クォーター再開。レツが、あいつが下がったってことは。間違いないでしょう。ゾーンに入る準備をしてます。確実に本気がきます。ですが、第3はギリ入らないかもです。さすがにゾーンに入る速さを上げるのは、多分ない。と思いたい。わかった。それまではレツが、できる限り消耗を抑えてくれ。ゾーン相手に真正面からは、お前がいないときっつい。レツガを若干引かせたか。わしとがチンコ勝負する気やな。ま、喧嘩売ってきたんやから当然か。じゃ、行ってくるわ。獲物はわしに取っといてくんさいな。うちのエースが準備してんだ。俺らもガチで行くぞゴラー。もうだいぶ気合入ってんぞ、迎え撃つ。俺らだって譲れねえんだわ。取られても取り返してやんよ。血走ったな、こや。てめえが言うなよ。お前が俺らも、相手も本気にさせてんだろうがよ。俺も面白くてしゃあないってやつだ。さて、上級生が来てんぞ。よっしゃ。とてつもない戦いが繰り広げられております。先ほどのタイムアウト明けから、疾風怒涛の攻防とでも言うのでしょうか。強く激しく、死力を尽くして戦う。これをそう言うのでしょう。本当に、そうなってしまうのでしょう。屈指が鬼ですな。ああ、だけど点数差はだいぶある。実質勝ててる点数差だ。もっと話す。よっしゃ、こっちもまだまだ。なんだ、この、感じ。点数差は19点差か。余裕やな。さてさて、まだ第3クォーターは終わらんくらいやのう。ほな、ご希望通り本気で相手したる。あれが、ゾーンの陸道来か。ベンチにいても汗が吹き出すぞこれ。ゾーンに入ったか。どうなるか。おいろうき。ちょっと待て、ボールどこ行った？もう放り投げとるわ、寝とるんか自分は。嘘だろ。早すぎて気づかなかったか。ちょっと吹くぜ、そのキレはよ。アスカ、俺。前回はドリブルしようとボールを床に突こうとした。その床に突く前に、
すでにもうボールはあいつの手の中ってやつです。俺の目で見れても、俺の体も反応できなかった。バケモンですよ、あれは。はっは、眠れる獅子を起こしたかもな。じゃあ、早速やろうじゃねえの。ぶっ飛ばす。スピードぶっ飛ばすってか、逆にぶっ飛ばされるとは思わんやったか。なんやスローやの、疲れたかい？軽く前傾姿勢になったタイミングで、まだ取られたときまっ。お取り込み中すまんの。キリトが反応すらできない。何が起きたかも、わかってない。でもこれ、ゾーンと言っても全然マジで言ってないわよね。本当に本気になれば。この点差。僕が、先輩ら、俺がフルマックスで目を使う。練習通り。いや、それ以上で行く。送れんなローマ。もちろん。何する気かしら、変化もらうぜ。病原点にパス通せたの。わお、そがな動きもできたか想像は。レツガ、いける。なわけあるかいな。来ると思ったよ。レツガのダンクはおとりだよ。よし。あんなそこまで裏かっかい。で、わしもうここにいるんやけど打てるかいな。ダメだ、これ想像の高速とも言える連携すらもたった一人で貫通してみせる陸道。これが、ゾーンに入った選手の常軌を逸した動きなのでしょうか。待ちやがれ陸道。おっと、七味列馬が止めに走る。速い。やはり速い。嘘。だろ。第3クォーター終了となります。次は正真正銘最後の、第4クォーターです。そんなバカなことが。バカやなんやあるかいな。もうわかっとるんじゃろう？ゾーンに入ったわしのバスケのプレイは、七味列が自分の速さより速いってことだよ。自分は今、わしより呪いんや。正直驚いたぜ、わしでもこの速さは。わしが成長したんかもしれんし、自分が遅なったのかもしらんが、もうちょい、シャキッとしてくれへんかのう、やないと骨折り損や。正直驚きました。目で見えても体が反応できない。連携すら置いてけぼりにされる。一旦ベンチに戻って。レツガおい、大丈夫かあいつ。俺が遅い追いつけない。レツガ、ねえって、どうしたの。レツガがおかしいんです。何も反応してくれなくて。レツガ、おい、どうしたんだ。レツガ、俺は遅い。陸道ライカより、遅い。ダメだ。それだけは、それがなかったら、俺は、勝てない。勝て、ない。